箱新ウィークリーレビューのお時間です。今日のお相手ですけども、函館新聞社千葉さんです。千葉さん、お願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。ロープウェイズが今日から整備点検入りまして、ガランとしてますね。寂しいですね、なんだかね、ちょっと暗くてね、はい、もう大事なね点検ですから。そうですね、だからおそらく千葉さん次回出演時も多分こんな感じで、そうかもしれませんね、きっと。あれいつまででしたっけ。11月の何日だっけ、あと20何日あるんで。あ、そうですか、はい、多分次の出番、私の出番多分普通に行けば11月1日なんで、あ、じゃあまだこの感じですね。そうですね、はい、お願いいたします、はい、今週もいろいろ話題ありますけど、まず一つ目は、はい、はい、ですね、このコーナーでも何度かご紹介しているんですけども、三原一丁目のイトーヨーカドー跡地で、12月20日のオープンに向けて準備が進められている、あの商業施設のグランディール1位の話題です。で、これあの本日一面で紹介しているんですけども、この施設に入るテナントの一部が公表されましたということで、すでにスーパーマーケットのトライアルが地下に入居するであったりとか、あの2階にはその障害の有無に関わらず誰もが楽しく遊べるその、1位の森という屋内広場を整備することとかが明らかになってたんですけども、新たに入居するテナントとしてですね、東南初進出のあるあのイタリアンレストランのサイゼリアが入って、はい、さらに、道内初の人気アパレルブランドのコカとか、うん、100円ショップで知られるダイソーの新業態で、こちらも道南初となりますスタンダードプロダクツとか、はい、女性用のインナーなどを扱うチュチューアンナグランデなど、23店舗が、明らかになりましたと。この他に現時点で非公表のテナントが、5店舗あるということですね。昨日一気に出ましたよね。そうですね、一気に出ましたよね。だいたいこれで全貌がだいたい分かったかなって感じですね。なんかワクワクしますね、このイメージ写真とね相まって。はい、そうですね。あ、千葉さん、ちなみにサイゼリアは行ったことは？あ、あります。あります、はい、あの私8月にねぶた祭り青森に見に行ったんですよ。JR の、 あの青森駅が新しくなってて、はい、そこの駅ビルの1階にサイゼリアが入ってたんです。じゃあ青森もあるんですね。あるんです。だから、ね、もしかしたら最近できたのかも分かんない、はい、で本当にあのねぶた見る前だったんで入った、激込みでしたよ。激込みで、激込みでした、はい、きっと函館もこれオープンってなったら、一応サイゼリアのオープンは1月下旬ですけど。そうですね、1月下旬ですね、はい、すごい列できそう。いや、これはだからもうドリアとかさ、すごい安いんです。安いですね、税込み300円です、はい、だからこれはちょっと行ってみたいっていう市民の方とかね、多いんじゃないですかね、はい、それこそね、三原だと学生とかもね、未来大生ついてる住んでる方結構いるんで。いや、そうですよね。もしかしたらバーッとね、学生さんとかもね集まってとか、はい、でこのコカっていうのもその大人向けのファストファッションのお店で、もしかしたら結構人気出るかも分かんないですね。そうですね。そしてなんといってもね、情報は前からありましたけども、その2階の子供たちが、そうですね、はい、スペースだから割と1日こういられるようなというか、ね、そうでしょうね、食べて遊んで買い物してみたいな、そうですね、うん、だからここってさ、やっぱり伊藤、その以前ここの場所にあった伊藤洋華堂がその北海道からね完全に撤退してしまった状況を考えると、その函館の前って人口減とか三原地区の地盤沈下とか言われてきましたけども、はい、それというよりかヨーカドの経営の問題っていうのが側面が強いんで、まあやっぱりだから新たなね、その魅力を持った店舗が入居して、その施設が蘇ることでね、またその発展にね、つながるんじゃないかなというふうには思います。またね、盛り上がってきた三原となっております。はい、それでは2つ目は、はい、これ、ここの、FM イルカの沖座元の、函館市の西部地区で、新しいその人工、交通手段の構築に向けて、人工知能、いわゆる AI を使ったデマンド交通の実証運行が始まったというわけです。西部地区というのは坂道が多くて、道路の幅が狭い上にやっぱり路線バスの運行というのはなかなか難しい部分があって、でスーパーとか市電の電停といったその日常生活に欠かせない施設も坂の下にあるので、やっぱ生活の中でやっぱ常にその坂を上り下りする必要があると。だから FM 以下に来る時もやっぱ元町郵便局とかから上りますけど、すごい急な坂ですね。南部坂、そうですね、そうですね。だからお年寄りとかはやっぱ上り下りが辛いわけです、ね、というわけで、この自宅からその地区内の目的地までのドアツードアの小型手段として、その交通手段として小型の、タクシーを活用すると、ここ、山下さんご出身の未来大発のベンチャー企業未来シェアが開発した交通システムというのを活用して、
乗りたい日の1週間前から当日まで予約を受け付ける、で利用者の予約に応じてその AI が最適なルートを判断して、端末を介して運転者に指示を出すというシステムだそうですね。で料金というのは1回の乗車につき中学生以上が、300円、1歳から小学生までが150円で、来年の2月11日まで、通勤通学の時間を除く、午前9時から午後4時半まで運行するということですね。これいいですよね。300円でかなりね、安いですね。安いですね。だから地区内の運行には限られるんですけども、まあ、本当にドアツードアで行けるっていう部分で非常にいいサービスだと思います。で乗り合いなんですけども、ただ乗り合いではなく AI を活用してここのルートいったら最短ですよっていう導いてってことですね。そうですね、はい、はい、だからね、こちらお住まいの方がこうちょっとね、あの買い物とかにご利用してって感じですよね。だから地区内のその坂の下のところにはスーパーとか行くとにはすごく重宝するかもしれないですね。はい、いやぜひ使ってほしいってことですね。結構ね、だから西部地区の交通対策ってこれまでもやってるんですよ、いろいろ。あの2009年とかにコミュニティバスの実証実験をやったりとか、はい、2年前にはそのゴルフ場民にあるみたいな電動カートとか使った。ありましたね、ありました、ありました、はいはい、もうグリスロって言ったかな、だからそういうのをやったりとかしてて、で利用客の人は満足をしてるんです、だけどなかなか採算ラインにはやっぱり全然届かないっていう結果だったんで、まあ、今回だから小型タクシーを使って、まあ、4ヶ月間くらいありますから、まあ、改めてニーズを調査してみようということなんだなと思ったんですけどね。ぜひね、こう成功してこうそれがね普及していけばな。そうですね、だから西部地区に、まあ、これがあるんだったか、これがあるから西部地区に住んでみようとかね、そういうふうなきっかけ作りになればいいなとは思いますよね。はい、そんなね、あの AI デマンド交通実証運行しております。じゃあ3つ目いきましょう。はい、次は星の話題です。はい、はい、あの昨年発見されたばかりで、あの今地球に最接近している紫金山アトラス彗星というのが、道南でも観測されました。でこの彗星は、ね、2023年1月に、中国の紫金山天文台というのを発見して、同じ年の2月にはその南アフリカにあるその、アトラスという惑星衝突情報、警報システムの望遠鏡でも確認されたということで、この紫金山アトラス彗星と命名されている、で8万年の周期で太陽を回っているとされて、はい、国立天文台によりますと9月27日に太陽に接近してと、はい、今月13日に地球に再接近したんですけどね。はい、あそうなんですね。8万年ですよ、ちょっとスケールが考えられないですね。でこれ新聞に載ったのはこの函館プラネタリウムの会という団体が市内にあるんですけども、はい、そこの方がですね、箱新ポストというその弊社の電子版のその情報提供コーナーに写真を寄せてくださいまして、私の方でその撮影された、下戸前秀夫さんという方にお話聞いたんですけども、あの16日の、午後8時47分に、北斗市の木地引高原の展望台から、撮影したと、はい、で日没後の大体西の方角でもう肉眼ではほとんど見えなかったと、だから望遠鏡の、ね、あれなんですけど、それで驚いたのがその下戸前さんっていう、いやすごいですね、よく撮りましたねってちょっとお声掛けしたんですけど、いやスマート望遠鏡だから簡単に撮れましたって。スマート望遠鏡、はい、はい、でそれ普通そのスマート望遠鏡であの星を撮るときってすごいその彗星の通るとか場所とかを把握してなきゃいけないし、一眼レフとかはもうすごい設定いろいろしなきゃいけないんですよ、であのでもスマート望遠鏡ってその文字通りそのスマホと連動してて、その操作もスマホで行う。あそういう感じですね。でその GPS で現在地を把握して、そこからその指定したその天体を追尾して観測できるっていうその機能があって、写真の撮影とかもその合成で自動、ほぼほぼ自動で行ってくれるから、だからいや簡単に撮れるんだよ、はい、そうなんですね。だからそれこそもう AI でどんどん進化してるんだみたいな話で、でもう調べてみたら安いもんだ、10万円しないんです。あそうなんですね、割とその中ではお手頃な機種だったみたいですね、だからお家のベランダとかだと厳しいかも分かんないんですけども、例えばその木地引高原とかね、そういう見晴らしのいい場所だと、あの撮れる可能性が、十分にあるっていうことなんですよ。まだ16から20日くらいまでがだいぶ接近、あの撮りやすい、位置にあるそうなんで、まだそういうのトライしてみてもね、あの心当たりのある方はそのやってみてもいいかもしれない。
それこそあの、まあ、キジ引きもそうですけど、白鯛牧場って星すごい綺麗じゃないですか。いやそうですね、はい、こう肉眼ではすごい綺麗、じゃあ写真で収めようっていざなるとスマホじゃなかなか難しいですよね。もう昔私もあのキジ引き高原でその要は函館山の後ろにそのイサリビが綺麗で、すごい函館山が浮き上がってるようだから写真撮りにおいでって言われて、何の大したあの写真の知識もないまま行ってどうなんだこれ全然撮れないやみたいなことですごい苦労したのとか覚えてるんで、全然星とは違いますけど、なかなか難しいですよね、夜空を撮るっていうのは、はい、それこそ昨日であればスーパームーン、ああそうですね、はい、僕も中昨日仕事帰りにパッと見て、あ綺麗だなと思って写真撮ろうと思って構えましたけどね、なんかよくわかんないね、あの撮ったけどよくわからないっていう、ね、なんかその月の表面とかまでは綺麗に出なかったりとかね、いや難しいですよね、やっぱりその空の撮影ってね、そのね、彗星ですね、アトラス彗星、はい、東南でも観測ということでした。それでは千葉さん、イベントについてもお願いいたします。はい、あの今週からその、紅葉のイベントが始まってます ね、 そうですね、あの本日からその函館市の三原市公園、いわゆる公設展で、函館もみじフェスタというのが始まっていますと、はい、11月4日までの午後4時から9時まで、毎日公園内の木々をライトアップしてまして、今のところ色づきっていうのはまだごく一部で、そのほとんど青葉の状態、はい、だから、住宅都市施設公社とかによりますと、見頃は10月の下旬からということで、下旬ぐらい、はい、はい、期間中にはその秋をテーマとしたクラフト体験会などとかも実施してるところですね、はい、で北斗市でも、本日からその八郎沼公園で北斗もみじ回廊というのが開かれていると、こちらも4時から9時まで公園内の木々をライトアップしてたりとか、あと地元野菜とかマシュマロを焼いて食べれるコーナーも用意したりで、この2つをめぐってその景品がもらえるスタンプラリーとかも行ってますんで、両方見てみるのもいいかもしれないですね。北斗も行って函館も行ってです、ね、そうですね、はい、ライトアップされるとまた一味違いますよね。いやそうですよね、もう全然ね、わーってその赤とかが映える中の黄色とかね、もうちょっと経ってからと、しかも八郎沼もその降雪もまた違った綺麗さというか、その八郎沼 の、 その湖になんか反射する紅葉、はいはい、リフレクションというのかな、はい、いいですね、はい、うん、はい、でもちろんあの明るい時間帯で見るのも、ね、そうですね、はい、落ち着いてまいりますよね、はい、あとはですね、19、20日にあのダイモンのグリーンプラザで、函館コーヒーフェスティバルというのが開かれますと、はい、市内近郊のコーヒー店9店舗が出店しまして、あの1個700円のテイスティングカップを買って全店の試飲ができる。あ、そうなんですね。そうなんですよ、カップ買えば、カップ買えば、はい、でカップは2日間で一応1000個限定ということですね、あ、はい、あのインスタグラム見たところに、フードもあるという。あ、いいですね。それこそね、ちょっと明後日とか特に寒くなりそうなんで、そうですね、ちょっとお天気が心配なんですよね、なんかちょっと寒い中コーヒー飲んで温まるってもいいかもしれないです ね、はい、いいですね、明日雨模様なんでね、ちょっとねどうにかなってほしいな、いやそうですね、無事に開催できればいいなと思いますね、なんか、はい、店舗もあの函館でも有名な、そうですね、はい、お店がやってきてという、ね、どこも美味しいんですよね、そのコーヒーね、ね、そんなイベントもね、明日明後日、そして紅葉のイベントも開催されます。以上で、はい、はい、ありがとうございます。今週も、千葉さんからいろいろ話題をお伝えいただきました。函館新聞社、千葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。